何の動画。今日は鈴木さんの現場です。いや遠いな。1時間ぐらい1時間ぐらいでしたね。あ、もうおるやん。あ、いますね。あれあれ、視聴者の皆さん、あのね、今日の企画は先についてペコちゃんを驚かしたろうと思ってたのに、まさかの俺らが車止めた時おらんかったもんな。なかったです。準備しろ間にやりです、ね、そうもん。えい、お疲れ様です。早いじゃん。早かったです。いや、俺が着いた時はまだお前おらんかったよ。でもグルーって回りましたよね。あ、回ってきましたね、グルーって。あ、お前目やったな。やってないですよ。化粧してないか。してます。一応してます。でも目が違うよ。違います。今日可愛いじゃん。今日可愛いじゃん。今日可愛い。いつも可愛いです。なんか今日二重になってね。あ、お疲れ様です。ボスボス、なになになにと色です。あ、色、マパ、これにぴったり合わせる。あ、違います。中塗りをここ在庫使うって話なんで。違う違う。あ、使うのはこっちですよ。うん、ほんでで、その中塗りの在庫で使ってほしいっていう、まあ、さんがの余らせたやつ、まあ、いや、いや、中塗りで使ってほしいんですよ。止まるかどうかって。そう、止まるかどうかって。あ、はい、まあ、お客様の中身リザーコテのあれなんで、止まらん。やばいな、これ。止まらん。いや、止まらんって、うん、止まらん。多分止まらん。あ、ギリギリ。止まるか止まらんか。せやけど、それギリギリ手間食うわね。手間は別に大したことはないんだけど、中身入れるんならこのぐらい入れやな。やっぱ普通そうですよね。うん。結局、一回ではこの色は映ってくるんですよね。やっぱなるべくこっちの色で提案したら、止まってるように見えても、止まってない実は。ああ、最初はいいけど。うん、最初からもう、僕ら塗って気にしとったら、気にするもんで、いつも。もう分かるっすね、気にするもんで。ああ、そういうことですね。多分、分かると思う。え、使ってください。2分半も余ってますよ。そうね。お前ら、合わせて考えや。そうですね、いつもだろ、あれ。もう最後、ピッカピンにバンバンバンのめんどくせえもんで、3本4本一気に頼むだろ。こんなもん、中1日で塗料食うで。これ、70分。それで、こう似たような色だけ並んで。しばき基本的に。また違う色で使えばいいじゃん。まあそうです。最悪、だから飲み物は、多分こっちの色でもともと提案してるんですけど。この色をやって。こっちですもんね。いや、これでもいいけど、これともう1本頼まなあかんからね。1本混ぜて作るんですか。いや、違う、あの、多分泊まり側いまいちやもんで、どれか、これか、これが使う色です、うんうん、で、中なりはこれになんか混ぜたら、これに使えるような塗料になるとかないですか。薄いの混ぜる。でも塗料が普通のクリマルじゃないんですよ、今回。あ、キルコってちょっと違う、うわ、大変だな、これ、まあ、うん、まあ、これでいいけど、もう一本追加するかも。でも、うん、見てるは見てるんで、こっちの在庫自体は、あ、在庫とか、あの、塗料のある自体は混ぜて作れるんですか。使えるなら混ぜてもダメでしょ。多めにってことですよね。上塗りを多めにってことですよね、うん、上塗りをちょっと多めに、もう一回いかなあかんかもわからんで。ちょっと手間じゃないですか。まあ手間やけど、まあちょっとだけ。うー、ちょっとカメラの前だって。いい人や、鈴木さん。今日はもうモザイク撮っていいですか。こんなに赤さん。まあ、もじもじじゃないですか。赤さん。もう声でバレてるでしょ、周りほとんど。あ、声知ってる人わかりますよ、ね、知り合いはもう。みんな知ってるでしょ。うん、じゃあいいんじゃないすんの。めっちゃ熱そうとしてる。この間あのペンキ屋と違うそれんとこ行ったら、はい、塗装屋じゃない、塗装屋だ、うん、何も俺言うてもらうのに、うん、見とるで YouTube 見たら出とるとバレたからみたいな。でバレてなかったで、はい、何も言わへんの。ああ、そういうことですか。出たことあるって言わへんの。あ、うちの YouTube は見てたことです。そうそうそう、ペンキ屋じゃないのに。塗装、あ、ペンキ屋じゃないのに。ペンキ屋じゃない、うん、トラック運転手見とる連れが、うん、塗り替え、まあそこでやっとるだろうみたいな感じで。あ、それはバレてないけど。いや、それはあの塗り替え道場の YouTube の話。どこのお仕事をしょんのって聞かれたので、あ、塗り替え道場、塗り替え道場って。あ、見とるみたいな。出てることはバレんかった。今日なんていう友達ですか。見てる。見てます。鈴鹿のね。鈴鹿の。ええ、鈴鹿の。なんていう友達ですか。え、なあの頭文字だけ。ね。英語わからんか。漢字の一文字。Y さん。いつもお世話になっております。うちの鈴木がお世話になってます。失礼だね、俺ね、先輩に向かってね。あ、こうやって、やっぱり現場でこうやって合わせてくれるんだ。そうなんですよ。うん、相談して、まあ、できないものはやっぱできないじゃないですか、うんうん、だけど、うん、なんとかできるものは協力してもらって、うん、その代わりこれがちょっと余分にかかるかもしれんけど、
まあ、だからどっちがいいかですよね。中野に流すのやったらこんな色なきゃなかんで、うん、要は同系の色なきゃな、うん、あそういうことか。そうです、まあそれはそうですよね、だから今同じ色2回見ようなと思って、うん、そうですね、そうですよね、全然違う色持ってたら全然意味ないですもんね。あかん。あそうですよね、絶対止まらない1回では。あ、こんにちは。すいません、ごめんなさい。こんにちは。今出かけましたね。出かけられちゃってます。あ、そうなんです。すいません。YouTuber。 あ、ありがとうございます。見たことあります。出ていいですか。待って待って。いやいや、まあ、こっちだと映るからいいでしょ。こんにちは。ありがとうございます。拝見させてもらって、ありがとうございます。楽しませてもらって。あ、マジですか。じゃあ今日、じゃあ面白いことやります。ありがとうございます。知ってます。知ってます。僕はちょっとまだ見させてもらってないです。あ、知らないの。まだまだチャンネル別でやってます。佐々木ファミリーって。登録します。いや、じゃあ、はい、登録してねえんかよ。してねえんかよ。登録してねえの、まだ。ああ、こちらはもうさせてもらって。あ、そういうことね。あ、こっちのね。私もじゃあ、ぜひ。ありがとうございます。ありがとうございます。あの、社員で、夫婦でやってます。あ、そう、夫婦の社員で、でチャンネル1個やってるんで。なるほどです。ぜひ、登録してください。よろしくお願いします。涼しいとこ行きましょうか。もう、約1ヶ月ぶりの仕事やで。そうですよね。え、なんで？あ、多分社長知らないです。あ、いや、そうだったの？いや、そうだ。なんですか？ちゃんと上がるわ。今幸せだもん。なんか鈴木さんに共感しに来たかみたいな感じ。これ使いたい。使いたい。本当に共感。しみじみって感じですね。じゃあ素材なんか取りますか。塗料の話しましょう。キルコって何なんですか。ちょっと教えてください。まあ、塗ったことあるんですよね。鈴木さんまだ塗ったことないの、キルコ。あ、もう塗ったことないですけど、断熱塗料はね。うん。俺頼まれてましたよね。頼まれてましたよね、下塗りとか。鈴木さんこれ入れてよって。俺やっとくわーって言って、前の動画の撮影の時に。はいはいはい。全然やってなかったですよね。でももう変えました。あ、最近から。あの時からすぐ変えてました。あ、うん。最近試しで、本社の職人さんだけ使ってもらったんですよね。うん、鈴木さん、浜野さん、山下さんだけ使ってもらってたみたいで、うん、それを最近私が戻ってきて知って、うん、で、あの全部だからもう、見積もりとか、うん、もうこっちの方がみんな使いやすいってなったんで。これは何が違うんですか。あ、これじゃないね。これです。何だった？屋根の下塗りじゃん。あ、屋根の下塗りじゃん。何が違うんですか？今まで何使った？マイルドシーラー。あ、マイルドシーラーエポですよね。マイルドシーラーエポも結構高いですでしょ、あれ。ちょっと普通のシーラーじゃないね。ワンランク上だよね、あれ。2液でしょ。これは1液？これ1液。あ、1液の方がいいんだ。これは塊でも遅くないですか？いや、そうでもないですよ。で、何が違うんですか？仕上がりが綺麗なのね。なんで仕上がりが綺麗なのか。いかつが取れる。要は下塗りってなんか吸い込みすぎない。普通下塗り入れて吸い込まして、やっぱムラがあると上塗りした時にムラムラになりますよね。あのちょっと艶ありと艶なしみたいな感じの感じになるところですよね。それがこれ塗るとそんな感じ。なんでなんですかね。何が違うんですかね。ちょっととろみがある感じ。ああそういうこと。あ、だって誰でかんもんで2回つけれるってことかな。そうで、関数は余分にいるんですか、やっぱり。じゃあ、いや、いらんすね。こっちあれはもう吸い込みすぎて、逆に吸い込みすぎて、あっちの方が吸い込みすぎるし、吸い込まん、2回3回って結局塗ってくれてるんですよ、ね。ああ、塗るよな。ってなるとそっちの方が関数がいるけど、うん、なんでか私もあれですけど、浜野さんも山下さんもこっちの方が使いやすいと言ってます。ああ、もう全然使いやすいわって。使いやすいし、仕上がりも違うって言ってましたよね。全然違う。上塗り、ああ、もう全然違う。ああ、艶の立ちがバーンってなる。もう艶も言ってますし。耐久はどうなんですかね。密着性っていうか。これはまあ接着剤みたいなもんじゃない。下塗り、下塗り剤なのこれ。ファインパーフェクトベスト強化シーラー。シーラー。タタタタ。ドラえもんだってよ、お前。久しぶりに叩かれてた。タタタタだ、お前。ああ、ドラえもんだってよ。これ塗ると綺麗になりますね。上塗りも、ええ、密着もいいんですか。密着もいいです。強化シーラーで書いてるでしょ。強化シーラーで書いてる。確かにもうそんなにそこもあ、でもう一個何書いたんですか。もう一個2つ。サビ、サビ止めやったけど、うん、あれは好み。結局2液のままになったんですよね。2液のままになった。なんで営業側がの意見で。だけどそっちも塗りやすいんでしょ、サビ止め。うん、そっちも変わらないですか。いや、こっちあの今あるけど、サビ止めあるんですか。マイルドサビガード。あ、1液、2液だと、まあゴミ出ちゃうもんで、そう、作らなあかんでね、作ったらもう捨てなあかんでね。1液と2液両方も取ってもらってもいいけどね。でもあんまり古くなっちゃったらね。
逆に面倒くさいか。まあ使いますね。うん、使い分けでね、これは1液ですよ、ね、本当はサビ止めもいらんからね、お客さんこういうのを塗って、サビ止めも入れんのかって言うけど、ちょちょちょ、サビからこれって、焼き付けだからって、ですよね、変に変に、まあ、こってこってに塗ってったら、めくれも早くなっちゃうしね、それをちょっと勘違いですよね、ペーパーだけ当てたらいいですもんね、もういきなり塗って、ペロンペロンってめくれてきたらあかんけど、まあ、それはあるよね、みんな素人だもんね、何でも喋るもんね。ほなサビでもラムに別に、まあ遠いですね。遠いとか、あのサッセとか、水切りとか、あれはサビとかな。うん。もうちょっとサビがひどいとかいうのはちょっときちっと入れたらなんけど、よっぽど入れこんもんね。ひどいとこはこれ使わんすよ。ひどいとこは。まあそうですね。例えばまあ屋根とかね。屋根とかトタンとかね。屋根のこのあの何板金のところだね。あ、それもほとんど錆びてないですよ。ああそうですね。どこ屋根のあ。トタンの、トタンの屋根、あれはサビサビの、あんなんはもうさすがに、さすがにこれは使う規制です。まあそれは見ながらやっていかないといいってことだよね。これちなみにキルコート塗ったことあるんですか？これはないですね。塗ったことないですか？違うの？結構初で、私も初なんですよ。その塗る、提案した側が初、まあ提案したのはもう営業ですけど、決まったの初で、まあいろいろ調べたら遮熱の塗料になるんで。でまあ、それがいいと思います。ガイナみたいな感じだな。ただ、艶がないんですよ。ガイナもないでしょ。ガイナもないです。そうです、なんか艶がないタイプの塗料になるんで、うん、このお客さん断熱、断熱がね、断熱、遮熱だったかな、うん、なんか詳しく書いてあったんですけど、うん、住宅でも変わる？多少違うよ。でもやっぱり、変わるって言ってました。屋根の遮熱とかでもそうですけど、全然違うって言ってました。これ屋根も塗るの？あ、これは屋根は違う。これは壁だけです。屋根何？屋根は、リリーフなどフッ素。あ、すごいね、今回。難しいのばっかり塗っとるね。営業によって提案する種類が結構。最後ばっか余らすんだろう、本当は。ツヤがないんで、その仕上がりはツヤが欲しいってなると、さらにこの上からクリアの塗料塗らなくちゃいけないらしいんで。うん、クリア塗るの？いや、塗らないです。今回はお客さんツヤなしで OK っていう。あ、ガイナも同じでしょ。あ、ガイナも。これじゃないですか、リシンみたいなやつ。リシン。リシンだ。うん、そんなあれでしょ。でも問題ないですよね。問題ないです。うん、あれ艶出したいってこと？いや、艶はなくて OK っていう。ただそこをお客さんにちゃんと確認をしておかないと、通常だとやっぱり塗料で塗ると艶が出るっていうふうに勘違いされるんで。塗った感が出るでね。そうです、そうです。なんでもこの塗料自体は艶がないものですよっていうので、うん、もし艶が欲しいんだったら塗料を手で使わなくちゃいけないですっていう話をして。まあ、艶なしでいいっていう風なんで。あ、そういうことな。でもリシンだったらまああれだろうな、ツヤ。そうですね、なくてもあれの方が、なしの方がいいかな。なしの方がいいと思います。うん、じゃあまあ鈴木さんもまあ1ヶ月ぐらいちょっといろいろあって、はい、また戻ってきてまた現場でいろいろ活躍、ね、鈴鹿とかこっちの方が多いですね。四日市、家が四日市ですか？四日市で、はいはい、でもまだこっち来るでしょ。ここはこれなんですか？近いですよ。ここが近いの、ええ、だいぶ奥だね。じゃあ15分。あ、ほんなら高速まで行くだけでも結構30分かかるもんね。これ2、30分かかるもんね。あ、ここですか？うん、ここはかかりますね。ちょっとかかるね、で高速寄りですか？ここからは名古屋とか来るの大変でしょ。あ、名古屋ね。ここからだったら、また鈴木さんがちょっと今日は全開じゃないですけど、モザイクかかってるおじさんですがまた次回面白い塗装撮れると思いますんで、はい、ぜひチャンネル登録、いいねよろしくお願いします。お願いします。せーの、またね。また見てみます。いいですね。また。